どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスやっていきたいと思います。じゃあ、行きますか。だいたいね、なんかね、ジメジメしたところに来ると。おっしゃ、いた。ん？いや、なんか嫌だな。個室だよね。よしよし。なんかね、ジメジメした部屋に来ると、っていうか場所に来ると、高確率で、やつらがいるからね。そう、メディック。ブルーハーブだったね。うわー。すいません、ちょっといただきます。いやー、刺されすぎやろ、いくらなんでも。そう。アルコール足りないか。刃物も足りない。あー、足りないね。かそうなんだよ。これやってて思ってたんだけど、圧倒的に刃物が足りないんだよね。あ、さっき言ってるし。ほい。ねえ、見て。あそこ。どれ？あ、近いね。近い、近い。じゃあ。あれ？板がないね。ああ、そういうことですか。はあ。え、これ足りる？いけたね。んで、特に触れない。さあ、階段上がって。ほう。上がって。つながってるね。なんか嫌だね。このつながり方は嫌だね。ちなみにこっちは、特にアイテムがあるとかそういう感じではないと。さあ、狭い道を抜けると、お、板発見。正規ルートだったね。やったね。何もなさすぎて怖いな。それはそれで。さ、エリー運びますか。よし、行こうぞ。乗れ。分かった。 OK、 乗ったよ。気をつけて。分かったよ。あら、こっちではない。となると、こう。よし、オッケーやね。で、なんかありそう。あっちか、あっちか。全然話聞いてなかったから分かんなかったわ。火炎放射器はちょっと後回しにしといて。何？どうしたの？はしごが壊れちまった。どうする？なんとかするよ。はあ、はあ、あー、なんとなくわかった。それだったら、これに乗せて運ぶしかないよね。よし。で、
置ける？置けない。置けないのね。ああ、ダメ。そういうことではないか。あれを使うんだとは思うんだけど、間違いなくね。落とせない感じだしね。一応置けるの。ああ、置いて。置いて。届かないよ。遠すぎる。届かん。そうだね。届かないよね。あ、こっちね。ん？いや、ああ、そういうことか。これでいけるね。上げて下ろしてっていう感じか。拾って。で、また置くと。こっちかな？落とす。ん？そういう感じ？階段から降りるかなと思ったんだけど。で、回収して、もう一回置くと。いいんじゃない。急に謎解き来たね。よし、行こう行こう。もうクリッカーたち出ないよね、さすがにね。出ないでくれと思うんだけど。さあ、どう？俺が先に行くから、お前はついてこい。分かった、ついてくよ。これ嫌だ、これは嫌だ、この動いてるやつは。さあ、エリーは？エリーの方がよっぽどジャンプうまいね。よし、来い、飛べ。受け止めてくれる？もちろんだ。ね、一人で飛べた。さっさと外に出よう。まあ、居心地は悪いよ。さあ、降りて。行け。やばい、急にそういうの。急にそういうの。こっち早く。やばい。待って。よし。で、これとりあえず掴んでいくしかないね。マジで？いい。それはぶつけるよ。どこ行った。あー、いる。早く。
呼吸が持たない。あー、じりじりと。あー、ギリ。はあ。いや、金槌にはダメだよ。ファイアフライへようこそ。生きてた。マジ？知らなかったんだ。エリは無事だよ。蘇生した。よくここまで来たわね。どうやったの？俺じゃない。エリーが頑張ったんだ。運命だったのかもな。ここまでの旅で仲間は死んだ。何もかも失ったの。そこに突然あの子を連れてあんたが現れた。本当に運命かも。会わせてくれ。もう心配しないでいい。私たちが。いや、まずエリーに会わせてくれ。無理ね。手術の準備がある。何の手術をするんだ？医者によると、あの子が感染した寄生菌は突然変異なの。だから免疫がある。それを切り取ったら解析できるのよ、ワクチンが。ワクチンよ。菌は喉どうかしてる。そうよ。他のやつにしろ。他にはいないの。おい、今すぐエリーの場所。やめて。わかるわ。でもあんたが感じてる辛さより私の方がずっと辛いの。赤ん坊の時から知ってる。母親にもあの子のことを頼まれた。じゃあなぜそんなことをする？もっと大切だからよ、あの子よりも。それしか方法がないの。お前はそういうやつだったよな。外に出して、もし抵抗したら撃ちなさい。バカな真似はしないでね、ジョエル。立て。聞こえただろう。手術室はどこだ？時間がない。どこだ？いえ、最上階の奥だ。くそ。そういうことか。エリー、
一応感染はしてるからっていうことか。気づかなかったね。そもそも脳がどこにつな、脳っていうかつながってる場所考えてなかったもんな。ここだ。ちょっと待った。人取るか。エリー取るかっていう感じか。嫌な予感がする。ヘルメット持ちはきついね。そういう時は。なんか持ってるね。どう？何も。すまんな。じゃあとりあえず最上階まで行く感じでいいんだね。どんどん来るな。痛い。まあ、こっちも今怪我はしてないからね。もう撃つのが確定してる。いや、リボルバーがないか。いや、あった。ちょっと待った。あれは欲しいね。アサルトじゃん。あー、痛い。あー、痛い。こっちは局者でいけんか。よし。よし。今弓ってヒントが来たからね。いや、見せてやりましたよ。いやー辛かった今の。今の弓はやっぱいいね。ああいうの好き。さあ、でもまさかファイアーフライとやり合うことになるとは思いもしなかったな。よし。いるね。これ強いんだけどな、弾がね。多分全員倒さないといけない感じがするから、もうエリーのために始末していきますか。いやー、マジか。でもほんとこの展開はちょっと予想してなかったな。ここではない。あと2人。あー、いいね。いいね、来たね。アサルト来たね。弾の数はちょっと少ないけどね。いいね。
ヘッドショットは狙えて。いや、来たね。痛いね。こうだね。どうくる？どうくる？そこか。おい、やつらよ。まず足取って。そうだね、足取ってどう行けば。全然足狙えてない。横だよ。痛ね。すまん。痛い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 。ふう。いやー、とりあえずかな。あのヘルメット欲しいけどね。さ、とりあえず取れるものは取っておいて。アサルトの弾はもうないかな、これ以上。あ、あった、今あったあったあった。ではない。あら、あったよね。あったあったあった。それ、アサルトじゃはないか。倒した、そこ、いるね。レンガか。よし、行こう。ここまで来てステルスをする必要があるのか。悩みどこやな。これ使う。で、最上階にはどうやって行くの？こう戻って。ん？どうやって行くんだ？いないね。絶対戻ってくるよな。くそ、まずい。よし、オッケー。よし、これでいける。多分ね、戻ってくると思うんだよね、あの感じはね。アイテムあるね。結構近くいたのね。最後ね、でもクリッカーたちじゃなくて、まさか人と戦うことになるとは。あ、いた。狙いすまして、よし。なんだろう、今全然他のゲームになるけどさ、デトバのあの子みたいな声だったね。はーんってね。危ない危ない。よしよし。
おお、めっちゃ弾入ってるじゃん。ありがたや。でもこっちではないよね。ふう、次どうなるかな。いきなり来るかな。ちょっと待ってね。強化はもうできないか、さすがに。うん、オッケー、行きますか。締まりきったね。いや、むしろ完璧に締めたか。一番上なんだけど、上なんだけど、ない？隠し要素的なのはない？ダメ？はい、悩むな。こうだな、とりあえず。とりあえず大丈夫か。ふう、結構開け方が不用意なんだよね。そんなガバッて開けたらさ、バレるって。免疫の原因は不明。不明なんだ。血清ができるって、骨髄か、髄液だね。で、培養して菌を繁殖させて、白血球の割合と絶対数は全く正常のまま。で、脳の MRI を見る限り、ああ、増えてるね。やっぱちゃんと抗体持ってたんだね、エリーはね。ペニシリンの発見と同じぐらいでかいんだ。はあ。ああ、そりゃどっち取るかって話になればそうなるわな。でもな、ちょっとこっちとしては、エリーとずっと旅してきたから、助けたい。ちょっとそれは避けたいな。さあね、他に方法がないからっていうのも一つでかいんだよな。マーリンね。とりあえず刃物が足りぬ。あね、ライフはどうにかできると思うから。はあ、ってことはナイフ使おう。はい、どうぞ。ナイフが貴重品すぎんだよな。あ、正解やったね。お？来たね、重火器来たね。燃やしますか、あいつら。まあ、もう遠慮する必要はないからね。まあ、でも物資が手に入るんだったら。あ、そういう風ね。怖えな、この状態は嫌だな。特になし。あら、何もないね。あった、日誌。エリーはたどり着かなかったらしい。3月でも同じぐらい時間はかかってるってことだね。あっち側だね。ここだ。今行くぞエリー。さあ、エリーを助けに。向こうに何かあるぞ。いや、何もありません。あるならこっちです。はい。そうなんだよな、ヘルメットなんだよな。ステルスで近づかない限りは何も。いいんだ。
だいぶカニ歩きしてたけど何も思われなかったね。で瓶ゲットの12345 5だけ ?1234 もうやるしかねえか。遠慮してる場合では。で、そっちに行くよね。さて、奥に2人、スナイパーで撃つか。さあね、ヘルメットだから。よし。で、回復しといて。てか、敵の精度が高すぎんだよな。ちょっと狙いすぎたか。あれ避ける。回復がなくなる。どうしたかな。マジか、それダメ。マジか、ちょっと強すぎません。すいませんね、お兄さんね。バレてない。痛いよ。にゃーろ。よし、いってーなー、マジで強えよ。あ、いた。もうちょい近づいてくれ。離れたね。バレたか。いやー、ダメかー。スナイパーがきつい。あと一人そこいたね。見えた、一瞬見えた。あー、痛い、痛いよか。ヘルメットは絶対ダメだね。よし、行くぞ。あった。よし。はあ、つい。時間は稼げるけどって感じなんだけどね。ナイフ。爆弾にしとけばよかったな。はい。子供の部屋。複雑だな。この奥か。
それっぽいね。そんな感じがするね。いるね。なんてことだ。ドクター。何をしてる？何を？諦めろ。やめろ。近づくな。いいか。エリーが。どうしよっか。でも死ぬしな。引かない。すまん。ああ、ダメだ。殺さないとダメだ。すまん。さあ、来るんだ。大丈夫。大丈夫。あ、くそ。下がれ。もう、ジョエルにとっては、娘みたいなもんだったんだろうね。出してやる。任務だったものが。大丈夫だ。さあ。やばいやばいやばい。かけられてる。畜生、どっちだ。やばいやばい。大丈夫だ。心配するな。あ、エレベーターある。近づくな。そうだよね。でもここまで気づかなかったけど、抗体があるってことは死ぬ可能性もあるわけだったしね。これが何でもない、感情が何でもなかったらこの展開はなかっただろうね。その子は救えない。ここから連れ出したって死ぬのよ。クリカーに襲われてバラバラにされるか、その前にレイプされて殺される。お前が決めることじゃない。エリーも望んでる。分かってるでしょ。ねえ、今からでも正しいことをして。エリーは苦しまないから。出したか。薬が効いてるんだ。何があったの？ファイアフライを見つけた。お前以外にもたくさん集まってた。免疫を持つ奴が何十人も。お前がいなくても平気だ。それに奴ら治療法の開発をやめた。今は帰り道だ。すまない。待って。撃たないで。お願い。
また追ってくるだろう。そうか、助けたマーリンを最後か。ここからは歩きだな。ここからはまっすぐ行くだけだ。分かった。ちょっと話を整理しましょうか。さっきの女性マーリーンっていう人なんだけど、オープニングで出てきたキャラクターなんだよね。で、あの人に依頼されてここまでエリーを届けに来たんだよ。さっきのソルトレイクシティまで。で、連れてきたんだけど、まあそもそも感染症自体がエリーの脳と、くっついてたのかな。多分もう近い状態で、そもそもその骨髄であったりとか取るにしても全ての血を取らないと十分な検査ができないし、免疫がついた抗体を作ることができないというので、エリーが死ぬっていうのが分かったわけなんですね。で、その一応ファイアフライのところを連れて行ったんだけど、ジョエルがやっぱ1年ぐらい一緒に旅してて感情移入してしまって、もう世界よりもエリーという選択を取ったというところだね。で、あと追われないようにファイアーフライを全員、まあ、壊滅させて、一応壊滅だね、壊滅させてエリーには役に立たなかったというのを突きつけて 今に至るという感じか。いいのかな、話すと大体整理がつくからね。いやいや、ちょっとね、僕もね、展開がね急すぎて、あ、じゃあもうこのまま最後まで行く感じにしましょうかね。いやー、じゃあ旅は、よし、頭に気をつけろよ。ここで終わり。よし。いや、でもさ、エリーは何も知らないにしても結構虚無だよね。まだ行ってなかったと思うが、サラトはしょっちゅう山に登ってた。あいつの方が得意だったけどな。お前ともいい友達になれたはずだ。きっとものすごく気があったと思う。うん、サラね、やっぱもうサラのイメージが娘と合わせてしまったんだね。もう速攻での感情移入が途中からすごかったもんね。冬明けてからの親の目線的な感じがね。下を見ろ、もうすぐだ。そうか、でもサラもさ、まあ、マーリンと一緒にサラもオープニングの時に出てきて、急にね終わりに近づいて話が出てき始めたから、なんかそことかなんかね重ねてるっていうのもすごく分かりやすくていいね。あ、よし、任せろ、手を貸せ。はい、よし、行こう。待って、ボストンで噛まれた時だけど、一人じゃなかったの。私の親友もいて、一緒に噛まれた。途方に暮れてたら、その子が言ったんだ。待ってればいいじゃない、どうせ最後はみんなおかしくなっちゃうんだからって。私はまだ待ってるの。エリー、ライリーって子だった。あの子がまず死んで、それからテス、
それにサム、どれもお前のせいじゃない。そういうことじゃないの。俺はな、生きるためにずっと戦ってきた。お前も何があっても戦う目的を見つけなきゃダメなんだ。こんなことを聞きたくないってのは分かってる。誓ってよ。だがファイアフライについてさっき言ってたことは全部本当だって誓って。誓うよ。わかった。はい、ということで、ザ・ラスト・オブ・アスパート1ですね、クリアですね。いやー、マジかー。あー、そうだね、多分さっきの話し方からすると自分がどうなるかは分かってたんだね、多分ね。もともと分かってたんだけど、ジョエルとの関係の深さで離れたくないっていうのもあったから、あれが本当にしてという感じかな。はあ、いやー、いい話でしたね。まあまあ、ちょっとね、スキップできないみたいなので、あ、できたじゃあムービースキップでいきますね。はい、サバイバー中級。あ、そうだね、中級でやってたね今回ね。まあ、そうだね、クリアということで、一応さっきのがね、まあ振り返りもちょっとしたわけですが、結果ファイアフライ壊滅で戻ってきて、二人で多分過ごすはずなんだろうね。で、これからパート2に繋がっていくということなんで、まあ、始めたきっかけがパート2出たんで、1やっとかないとねっていうところで始めたんだけど、いやー、全17話で、なんだろうね。普通に面白かったね。いやー、面白かった。難易度もちょうど良かったし、なんだろうね、結構挙動が本当の人に近い感じだったりするんで、いやー、ジョエルの気持ちもわからなくはないし、エリーもっていうところで、一番は心境の変化がとても面白かったね。まあまあ、ということで、ラストオブアス、パート1の方に関しては、17話で、終了としたいと思います。いやー、面白かったね。まあまあまあ。ということで、動画を見ている方はここまでと。ということで、そうですね、次回また別のホラーゲームしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではここまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。